高血圧とは、血圧が正常範囲を超えて高く維持されている状態のことを指す。高血圧自体の自覚症状は何もないことが多いが、虚血性心疾患、脳卒中、腎不全などの発症原因となるので、臨床的には重大な状態である。生活習慣病の一つとされ、厚生労働省は男女共に、 最も通院者率が高い疾患として公表している。アメリカ合衆国では1995年に成人全体の24%には高血圧があり、そのうちの53%の人は高圧剤を服用していた。日本高血圧学会によると日本には4000万人の高血圧の人がいると推定されている。肥満、脂質異常症。 糖尿病との合併は死の死重層、シンドローム X、インスリン抵抗性症候群などと称されていた。これらは現在メタボリックシンドロームと呼ばれる。日本高血圧学会では高血圧の基準を以下のように定めている。すなわち、収縮気血圧が140水銀中ミリメートル以上、または拡張気血圧が90水銀中ミリメートル以上に、 保たれた状態が高血圧であるとされている。しかし、近年の研究では、血圧は高ければ高いだけ合併症のリスクが高まるため、収縮期血圧で120水銀中ミリメートル未満が生体の血管にとって負担が少ない血圧レベルとされている。ここでの注意点は、血圧が高い状態が持続することが問題となるので、あり。 運動時や緊張した場合などの一過性の高血圧についての言及ではないことである。高血圧の診断基準は数回の測定の平均値を対象としている。運動や精神的な興奮で一過性に血圧が上がるのは生理的な反応であり、これは高血圧の概念とは違うものである。血圧は1日の中でも変動している。そのため、計測する。 時間帯には正常値の基準を満たしているものの、その他のほとんどの時間帯には高血圧となっている場合がある。これを仮面高血圧と呼ぶ。また高圧剤が処方されている場合でも、その効果が切れている時間帯では安全域を外れている場合もあり、この点にも留意する必要がある。逆に、普段は正常血圧状態ではあるが、 診察室で一種が測定すると血圧が上昇して、高血圧と診断されてしまう場合もあり、白衣高血圧と呼ばれる。糖尿病患者では起立性低血圧の症例があるため、位だけでなく、害、立位でも測定する。上腕の血圧測定結果で、左右の血圧差が生じることがある。血圧差は、上腕動脈あるいは鎖骨下動脈の病変に、 気因すると考えられ、差が10水銀中ミリメートル以上の患者は、心血管疾患による死亡リスクが優位に高い。また、家庭で測定を行う場合は高い側の腕で、測定を行うことが推奨されている。測定部位、上腕が推奨。手首、指血圧系の使用は避ける。朝の場合は、起床後1時間以内、排尿後、服薬前、朝食前の安静時。 在 1>, 1分から2分後に測定。夜の場合は、就職前の安静時、在1分から2分後に測定。長夜の任意の期間の平均値と標準偏差によって評価。家庭血圧は135、85、水銀中ミリメートル以上は、治療対象125、75、水銀中ミリメートル未満を正常血圧。などとしている。 収縮期血圧の目標値は数回にわたり引き下げの変更が行われている。1987年、180、水銀中ミリメートル以下2004年、140、水銀中ミリメートル以下2008年、130、水銀中ミリメートル以下多くしらによれば血圧と死亡率を年齢の関連をグラフにすると、120、 80水銀中ミリメートル未満での死亡率が優位に低くなり、一見すると血圧は低ければ低いほど良い様に見えるが、年齢別に見ると男女ともに年齢に関係なく160、100水銀中ミリメートル未満までは循環器系、疾患死亡率が上昇しない。一方、180、110水銀中ミリメートル以上の人を160、 100水銀中ミリメートルと強く下げた場合に死亡率が上昇する傾向がある。また、高血圧症治療はすべての世代でリスク要因であった。さらに、基準値を年齢別、性別に設定すべきである。160、100水銀中ミリメートル以下では健康リスクとならない。薬物治療は180、110、水銀中ミリメートル以上を限定とし高圧は20。 水銀中ミリメートルまでとするなどの指摘を行っている。血圧以外のリスク要因を紙紙紙書きのように、創別化される。熱腹内脂肪蓄積ウエスト、周囲形男性八十五センチメートル、女性九十センチメートル、脂質地高トリグリセライド血症かつ、または低 HDLCE 血症男女とも、血圧値収縮期血圧百三十水銀中ミリメートルかつ、 または、拡張器血圧85水銀中ミリメー m ル血糖値空腹時高血糖、または幅、幅 1C5.6% 蒸気であることに、加えて、マイナスのうち2項目以上が該当する場合に、メタボリックシンドロームと診断される。現在、原因が特定できている場合とそうでない場合で、大きくに分類して、原疾患が不明な、本体性高血圧症と、 特定の原因が明らかになっている二次性高血圧に分類するということが行われている。現在の医学では本体性高血圧症の割合がかなり多い。つまり現在の医学のレベルでは高血圧に関しては原因があまりよくわかっていない場合の方が多いということである。ただしこの二分類は固定的に理解するのはあまり正しいとは言えず、 医師が仕事を進める上での便宜的なものだと理解した方が良い。アメリカ心臓協会に発表された論文によれば、ラットによる動物実験で腸内細菌層における腸内毒素症との関連を示したと報告された。アメリカ心臓協会は抗生物質による高血圧治療を示した。二次性高血圧に関してはいろいろな場合がある。 本体性高血圧の原因については、原因のよくわからないものを本体性高血圧症と呼ぶことにしているので、よくわかっていないとされているが、原因は単一ではなく、両親から受け継いだ遺伝的素因が、生まれてから成長し、高齢化するまでの食事、ストレスなどの様々な環境因子によって就職されて、高血圧が発生するという説がある。 食塩感受性高血圧の病態については諸説あるが名古屋市立大学医学部の木村源次郎の説では摂取したナトリウムを腎から排泄しきれず夜間も腎臓でナトリウム排泄のため多くの血流を要するノンディッパー型高血圧が良い説明モデルとなるノンディッパー型高血圧ではナトリウム排泄を促進する利尿剤を投与することで ノンディッパー型がディッパー型へと変化することが認められており、ナトリウム排泄が食塩管受精の有無を規定する因子の一つと論じている。アンジオテンシンはポリペプチドの一種で昇圧作用を持つ生理活性物質である。アンジオテンシン I4 の4種がある。うち、アンジオテンシン I4 は心臓収縮力を高め、細動脈を収縮させることで血圧を上昇させる。 腎臓の防止球体細胞から分泌される。レニンの作用によって、アンジオテンシノーゲンから、アミノ酸重残器からなるアンジオテンシンアイが、作り出され、これが、アンジオテンシン変換酵素、キマーゼ、カテプシン G の働きによって、C 末端の2残器が切り離され、アンジオテンシン2に変換される。アンジオ転芯ンン2は、a c e により、血管拡張作用と構造色作用を有する。 ヘプタペプチドであるアンジオテンシンマイナスへと変換される。アンジオテンシン I は昇圧作用を有さず、アンジオテンシン2が最も強い活性を持つ。アンジオテンシン2は副人皮質にある受容体に結合すると、副人皮質からのアルドステロンの合成、分泌が促進される。このアルドステロンの働きによって、腎集合管でのナトリウムの再吸収を促進し、 これによって体液量が増加することにより小圧作用をもたらす。また、脳下垂体に作用し利尿を抑えるホルモンである、氷尿ホルモンであるバソプレッシンの分泌を促進し、水分の再吸収を促進することにより小圧作用をもたらす。脂肪細胞が肥大化すると血圧に関連して次のことが起こる。過剰に分泌されたレプチンが 交換神経の活動を更新させ、血管を収縮させること等により、血圧を上昇させる。レニンマイナスアンジオテン神経の活性化アンジオテ転死脳源は肝臓で産生されるが、肥大化脂肪細胞からも産生、分泌される。アンジオテ転死脳源から生成されたアンジオテンシ神ン痛は、副腎皮質球状態に作用して、ナトリウムの再吸収を促進するアルドステロンの 分泌を促進し体内に水分を貯留する。また、脳下水体に作用し利尿を抑えるホルモンである、氷尿ホルモンであるバソプレッシンの分泌を促進し、同じく体内に水分を貯留する。これらのことにより、高血圧を招く。肥満患者において、高血圧症が多いのはこのためである。肥満によるインスリン抵抗性は、高インスリン血症を起きたす。 インスリン血症は、腎尿細管へ直接作用して、ナトリウム貯留を引き起こし、これが水分を貯留し、結果として血糖値を下げる作用につながるが、水分の貯留により、高血圧を発症させることとなる。大動脈縮削症専天性疾患。人血管性高血圧腎動脈の強作があり、血流量の減った腎で、レニンの分泌が更新することで起きる。 人質質性高血圧人子球体の障害により、起こる。原発性アルドステロン症副人皮質の腫瘍から、アルドステロンが過剰に分泌されるため起こる。偽性アルドステロン症グリチルリチン酸により、11βHSD に活性が抑制され、コルチゾール代謝の阻害コルチゾールの残存、ミネラルコールチコイド需要大刺激となる。 アパレントミナーローコールタコイドエクセス症候群 11βHSD の異常から起こる、常染色体劣性遺伝疾患。リドル症候群低カリウム血症、代謝性アルカローシスをきたす常染色体優勢の遺伝性高血圧症。上皮性、ナトリウムチャネルの異常から生じる。クッシング症候群副腎皮質の腫瘍から、コルチゾールが過剰に分泌されるため起こる。 褐色細胞種副腎髄質や神経節の腫瘍から、アドレナリン、またはノルアドレナリンが過剰に分泌されるため起こる。高安動脈炎抗原病の一つ。甲状腺機能異常甲状腺機能更新症や、甲状腺機能低下症。妊娠高血圧症候群。高カルシウム血症このほか、脳血管障害の急性期に、著名な高血圧をきたすことが知られている。 脳出血では応急的な高圧が必要だが脳梗塞ではむしろ脳血流を保てなくなる恐れがあるため高圧は行われない高血圧が持続すると強い圧力の血流が動脈の内膜にずり応力を加えると同時に血管内皮から血管収縮物質が分泌されることで血管内皮が障害されるこの修復過程で上種が形成され 動脈硬化の原因となる。慢性的疾患は大きく、脳血管障害、心臓疾患、腎臓疾患、血管疾患の4つに分類され、高血圧によって生じる動脈硬化の結果、以下のような合併症が発生する。血圧は変動しやすいので、高血圧の診断は少なくとも2回以上の異なる、機械における血圧測定値に基づいて行われるべきである。 最近は家庭血圧計が普及しているが家庭で自分自身で測定した血圧値の方が診察室で医師や看護師によって測定した血圧値よりも将来の脳卒中や心筋梗塞の予測に有用であるとする疫学調査結果が相次いで報告されている診察室での血圧測定では白衣高血圧や仮面高血圧が生じるため必ずしも 本来の血圧値を反映していないという考え方が普及している。家庭での正常血圧値は診察室での血圧値よりもやや低いために、家庭血圧では135、85、水銀中ミリメートル以上を高血圧とする。家庭では朝食前に2回血圧を測定することが望ましい。心筋梗塞や脳卒中の発症は朝起床後に多発することから、 早朝の高血圧管理が重要である。脳卒中や心筋梗塞の発症には高血圧のみならず、喫煙、高脂血症、糖尿病、肥満などの他の危険因子も関与するために、危険因子や合併症も考慮した高血圧の創別化によって、将来の脳卒中、心筋梗塞の危険度の予測能が高まる。動脈硬化の診断や腎機能、 血圧反射機能などの自律神経機能等の診断も病態の把握に重要であり、動脈効果の定量診断には脈波電波速度計測なども行われている。血圧反射機能診断のためには、血圧変化に対する心拍反応や、動脈の血圧反射機能を診断する方法論も提案されている。精密な病態の診断が最適な治療には不可欠である。 臨床的には、心臓超音波検査において、心重量の増大や、殺出肥大が観察される。高血圧治療ガイドラインに定められた期間の食事療法や運動療法を行い、それでも140、90水銀中ミリメートルを超えている場合は、高圧薬による薬物治療を開始する。近年は大規模臨床試験がいくつも出揃い、高血圧治療指針では、 科学的根拠に基づいた高圧薬の選択を推奨している。日本では依然として主治医の裁量ではある。CA 受容体拮抗薬は副作用が少なく血圧を大きく下げるため多くの場合で有用である。エビデンスが豊富で危険因子として特に比重の高い脳出血は同剤の開発前後で明らかに減少している。虚血精神疾患においても日本人では 冠無理型強心症の関与が大きく、CA 需要体気候薬が有効である。高圧利尿薬は廉価であるが、体頭脳の悪化や尿酸値上昇、低カリウム血症といった副作用により敬遠する医師が多かった。しかし多くの臨床試験によって ACE 阻害薬、アンジオテン身痛ン需要体気候薬などの最近の高価な高圧薬と同等化。 それ以上の脳卒中、心筋梗塞予防、心不全改善、人保護効果が明らかになっており、最近見直され処方する医師が増えている。日本の医療は国民皆保険であり、コストを考える必要はあまりないため、たとえリスクの低い患者であっても最初から効果で、切れ味の良い ACE 阻害薬や AII、喫薬から始めても良いが、高圧利尿薬の選択を、 いつも考慮する。何もリスクがない患者では、コストが安い利尿薬やカルシウム喫抗薬を第一、選択とする。60歳未満では、ACE 阻害薬、アンジオテンシン通受容体喫抗薬、ベータ遮断薬なども用いられる。高圧利尿薬は、古典的な高圧薬であるが、低カリウム血症、対等の悪化、尿酸値上昇などの副作用にもかかわらず、 最近の大規模臨床試験の結果では、アンジオテンシン変換酵素阻害薬、アンジオテンシン通受容体気候薬、CA 気候薬などの新しい世代の高圧薬に、劣らない脳卒中、心筋梗塞予防効果が証明されており、米国では第一選択薬として強く推奨されている。高圧離尿薬は、痛風の患者には使用するべきではない。また、 緑内障の発症を著しく促すことも最近明らかになっている。糖尿病や腎障害の患者では ACE 阻害薬または AII 喫光薬を第一選択とするが、これらの合併症がある場合には130、80水銀中ミリメートル未満の一層厳格な高圧が必要とされるために長時間作用型 CA、喫光薬の併用も不可欠である。 腎障害が高度な場合には ACE 阻害薬やアンジオテンシンツ通需要体気候薬は用いることができない。心不全の患者ではループ利尿薬に加えて ACE 阻害薬、アンジオテンシンツ通需要体気候薬の併用が有効である。最近ベータブロッカーの少量追加 K、保持性利尿薬も有効であるとのエビデンスも蓄積されている。 拒血精神疾患の患者では、従来は、ベータブロッカーが第一選択であったが、最近は、ACE 阻害薬、または、AII 勤効薬や、長時間作用型 CA 受容体勤効薬の有用性も証明されている。特に、冠動脈の連縮による、強心症合併例では、長時間作用型 CA 勤効薬が有効である。高齢者高血圧に関して、以前は、 根拠がないままに積極的な高圧は必要がないとされていたために2000年版の日本の高血圧治療ガイドラインでも高齢者では高めの高圧目標値が設定されてきた。しかし最近の大規模臨床試験では年齢に関わりなく積極的な高圧が必要であることを明らかにしており欧米の高血圧治療ガイドラインでは年齢による 高圧目標値の設定は行っていない。また、日本の高血圧治療ガイドラインも2004年版では、高齢者高血圧も140、90水銀中ミリメートル未満までの高圧が必要であるというように変更された。慢性腎臓病を合併した高血圧の治療については2008年に日本腎臓学会、日本高血圧学会から共同でガイドラインが発表された。 第一選択は、レニンマイナスアンジオシン系抑制薬とされ、第二選択は、利尿薬、または、CA 気候薬、第三選択は、CA 気候薬、または、利尿薬とされている。妊婦に対しては、多くの高圧薬に、再域形成があるか、ある恐れがあり、ヒドララジン、アルファーメチルドーパのみを使用する。アルファブロッカーは、基本的に推奨されないが、 前立腺被害症を合併している患者などでは有用かもしれない。しかし、アルファーブロッカーは最近の大規模臨床試験では最も古典的な高圧薬である高圧利尿薬よりも脳卒中や心不全予防効果が劣ることが明らかになり、最近の欧米の治療ガイドラインでは第一選択薬から外されている。 病気の実体論によって分類しているのではなく、医師が仕事を進める上での便宜上の分類である。あくまで医師によって原因が特定できたか、できなかったかという、医師側の状態によって分けているものであって、病気の実体論でに分類しているわけではない。ある医師にとっては、原因が特定できないとされていて、本体性高血圧症とされた症状が、別の能力が高い医師が診断したら、 原因が特定できて二次性高血圧に分類することもあり得るし、また長期的に見て検査方法の変化や医学界の判断の変化等々によって見直されることもあり得る。若年者の場合は原因が特定できる場合も多い。医師の言葉では若年者高血圧症では二次性高血圧症が高頻度に存在するなどと表現する。 患者の年齢が上がるにつれて、二次性高血圧の割合が減り、その分、本体性高血圧症の割合が増える。二次性高血圧症については、性高血圧症と名付けられることが多いが、例えば、A 性高血圧症という表現であれば、A が高血圧の原因だと判断された、高血圧であるとの意味である。例えば、副人性高血圧症は、 副腎に問題があることが原因だと判断された、高血圧という意味の表現である。したがって、原因についての分析が変更されると、名称が変更されることがある。二次性高血圧には、副腎性高血圧症、人血管性高血圧症、腎実質性高血圧等々がある。褐色細胞種、クッシング症候群が原因となって、高血圧になることもある。 一つのケースは食習慣であり、人の味の好みは家庭の味の影響を受けるので、片方の親が塩味の濃いものを好むと、結果として子供は濃い味に触れる機会が増え、塩分が強い方に誘導される。薄味、濃い味の両方が食卓に並ぶことがある場合でも、概してどちらかといえば濃い味の方に誘導される傾向がある。 結局、両親のどちらかが塩味の濃い味を好むと、子供まで塩味の濃い料理を選ぶ習慣がついてしまうことが多く、その結果どちらかの親が高血圧だとこまで高血圧になっているケース。この場合は、親の高血圧は本当の因子ではなく、どちらも共に高血圧は結果であり、本当の原因は塩分の取りすぎや育のな不足である。 この場合は、食習慣を改善することで結果は変えられる。もう一つのケースは、遺伝的なもので親から受け継いだ遺伝子が影響している場合である。長野県では長年にわたり、代々血圧が高い人が多く脳卒中も多く、死亡率も全国平均と比較して高かったが、1981年から医師などの呼びかけによって、食習慣を改善する運動を県民を、 あげてやったところ、わずか1世代のうちに長寿日本一になった。食を通じた健康寿命の延伸平成29年度、政策研究上小気流研究報告書つまり、症状のデータ的としては、親から子へと固定的に引き継がれていても、大きな原因は、実は遺伝ではなく、食習慣であったわけである。日本人全般は、醤油や漬物によって、 塩分の取り過ぎの傾向があり、にもかかわらず、それを自覚しておらず、自己申告形式で塩分摂取量を報告させても、醤油の使用量などまではきちんとカウントしては報告されず漏れてしまい、通常の調査では塩分摂取量の因子としての大きさを正確に因子分析しようとしても非常に困難である。長野県のように大規模に食生活の改善の運動をした結果、 統計的にはっきりと現れて、初めてその影響の大きさが分かることになる。以前の長野県で高血圧で病院を訪れる患者でも、医師が病院にやってくる患者だけを見て判断していると医師は、原因は不明と感じ、本体性高血圧に分類してしまう傾向があったが、患者の生活の場、患者たちが生活の場で、どのようなものを実際に食べているのかという部分まで、 詳細に観察すれば、判断、診断は変わる、可能性があるわけである。患者や地域住民の生活の中の場まで入っていって、そこで食べられているもの、地域の伝統食の実態、加工方法、調味方法を確認したり、食べ物の味を医師が自身の舌で確認したり、塩分計で確認したり、すれば、第三者的には、実は、原因は、明明白々だということもあるわけである。 こうして原因は塩分過多だとか原因は野菜不足だと特定できればそれはもはや単なる本体性高血圧ではなくなる。長野県の場合はそうしたことに気づく医師がいて行政まで巻き込んで食生活改善のための大きな運動を展開してくれたおかげで状況を変えられたわけである。ありがとうございます。